ヤケイシタケ火山の火山体地形図ヤケイシケとは、岩手県南西部、欧州市と我が郡西和賀町の境にある火山である。標高1548メートル。大宇山脈中部に属し、牛京山、駒ヶ岳などからなる、ヤケイシ連邦の手法で、栗駒国定公園の一部、日本二百名山の一つである。第四期に噴出形成した火山で、周囲には、 規模の小さい火山が集まっている。なお、現在は特にこれといった活動はない。山体が奇跡安山岩などから構成され、山頂周辺に焼けたような石が見られることが名称の由来とされる。ブナの原生林に覆われ、山腹にはオルマが多く分布し水場所や高山植物も豊富。登録の首都前川の渓谷は無数の滝を作り、特に紅葉期は美しい。 ガス山、八甲田山と共に、残雪の多い山で、登山路は、北東六の夏、油温泉からのコースが変化に富んでいる。頂上からの展望は雄大で近くの栗駒山を、はじめ、八幡平、岩手山、早地根山、鳥海山、ガス山及び井出山など東北の主な山々が沿望できる。標高と比較して、高山植物が豊富である。 中腹にある中沼と上沼は雪解けから聖火まで高密度に湿性植物が咲く。山頂直下の梅石平は6月上旬から万花まで広大な花畑を展開する。焼石沼周辺の宮間近方への花畑や焼石沼上部の花畑も優れている。東北地方トップクラスの花の山である。焼石沼周辺では昔牛の放牧が行われていて、 放牧に従事する人々が食料用に、焼石沼にニジマスを放流したため、焼石沼には、ニジマスが野生化している。山頂には一等三角点が設置され1547.65メートルとなっている。欧州市水沢方面から石淵ダムへ入り、中沼登山口から中沼、上沼を経て山頂に至る。他に夏、油温泉から、 京塚山1373メートル、金明水を経由するルート、西和賀町からのルート、大森山トンネルからのルートがある。隣の秋田県東成瀬村の3合目、登山口からのルートが最短ルートとなっている。ありがとうございます。